はい、皆さんこんにちは、下自慢です。今日はというか以前から撮りたかったことなんですけど、2月の振り返りをしてなかったということで、2月の振り返りと、まあ、3月どうしていくかっていう話をカメラの前でお話ししたいなと思うんですけど、もうこれが2月の振り返り、実はもうこれテイク4ぐらいなんですよ。カメラの前では喋るんですけど、まとまんなくて、やっぱりこれじゃダメだな、ダメだなっていうのを繰り返して、伸ばしして今に至るというか、なかなかまとまらなかったんですよね。で、このまとまらなかった原因っていうのが、不調です。ここ最近の。で、この不調っていうのが、どういったことかっていうのは多分後で振り返ってる時に話すことになると思うんですけど、まあこのなぜ今不調を感じてるのか、おるのが、なぜこうスムーズにいかなかったのかっていうのも含めて、ちょっとまあナチュラルにカメラの前で話して記録しようと思うので、まあ、ぜひ皆さんにご覧いただけたらなと思います。まず2月の振り返り、大きく変わったことが3つありました。バイクが変わった、で体重が減った、でチームキャンプがあったっていうね、この3つがあったんですけど、その中で、まあ、不調にもつながってくるんですけど、まあ、いろんな変化がありましたよね。特にバイクの変化、あとは体重がかなり軽くなった、前回のオートミールの回で話したように、予想以上に体重を減らしてしまったっていうように、体も機材もちょっと変わったなっていうところが原因です。2月がまず最高だったかどうか、まあ、2月なんでまず気合い入れたかっていうことなんですけど、これはこれまで2月で失敗したことが結構多くて、去年だと膝の怪我の恐怖からあんまり乗り込めなかった、で一昨年だと12月から1月にかけてスキートレーニングができたのに膝の怪我をしてしまって、ほとんど2月を治療の時間に使ってしまった、ほとんど自転車に乗れなかった。でその前の年で行くとチームの沖縄キャンプがあって、その沖縄キャンプで思ったように走れず苦戦して、結局ズルズル行ってしまった。でやっぱり今年に入るまでの3年間ですね、2017、2018、2019の3年間が僕の中で思うように走れなかったっていう、その失敗したなっていう感覚がすごい強かったんです。なので今年のシーズンが始まった時から2月には常に意識してました。でそのための12月からの乗り込みであったりトレーニングだったわけですね。で結果、じゃあ2月今年はどうだったのっていう話なんですけど、ベストではなくベターだったっていう感じです。でこれはどういうことかっていうと、ここ数年の僕の失敗感が強い2月に比べれば圧倒的に良かったと思います。でもこう想定してたらこれぐらいやってやるぞっていうのには届かなかったっていうところで、ベストではなくベターだった。でこれの原因なんですけど、前回のオートミール動画で話したように、チームキャンプ中にそもそもこう僕の中で納得のいく走りができなかったんですよね。でこのチームキャンプっていうのはナスブラーゼンで初めてチームメートが全員集まってトレーニングするっていう内容だったんですけど、それにぴったりコンディション合わせるわけではないんですが、今月の3月の20日からスタートするツールとチーム選考も含めて選考の対象になってくる練習になったので、ある程度こう自分の中ではいい充実したパフォーマンス、最後のパフォーマンスを出したい、ツール栃木へ出場するっていうのをしっかり固めたいっていう思いもありました。でまあここで体重の変化によってペダリングが思うようにいかなかったっていう、体重が乗らない、感覚ってスピードが乗らないなっていう悩みを前回も話したんですけど、チームキャンプじゃあ具体的にどういうふうに不調だったかっていうと、自分が思い描いてるパフォーマンスが出ないっていう感覚に陥りました。でこれは体重だけじゃなくていろいろな要素があると思うんですけど、体調とか今までの積み上げてきた感覚で、この体調ならこれぐらい走れるみたいな自分の中のこうイメージがあるじゃないですか。でそのイメージとチーム練習をした時のみんなとこう走りながらグッとこう決めた強度を追い込む時に感じるパフォーマンスが、ギャップがあったんですよね。でこのギャップに、まあ、僕はすごい戸惑いました。あれ、なんで体調も悪くないのにここまで走られへんのかなみたいな。でそれは体重が一つの要素であったと思うんですけど、まあ、すごい考えて、で結果チームキャンプが終わった後に、チームキャンプは3日練習続けてやって1日休んで3日で、まあ、この最終日の3日目に、まあ、胃腸炎に僕かかっちゃって参加できなかったんですけど、3日終わった時に感じたのは、チームキャンプ全体の強度でいうとそんなに僕にとってダメージは大きくなかった。まだもうワンクール続けますよって言っても体の疲労感的にはいけるような気がするっていう感じでした。まあ、でも胃腸炎にもかかっちゃったりして結局ダメだったんですけど、こう感触的に悪くなかったんですよ。でも
体力的感触が悪くないのに一個こう出し切れてない感じというか、力を使い切ってない感覚っていうのがすごい自分の中にありました。でその時に感じたのがパフォーマンスの頭打ち感がすごかったんですよ。それは何かっていうと、12月からずっと乗ってきて乗り込みに対しての成果を感じる、乗ってきて次もっと楽になって、で次の練習でもっとメニューを多く入れるようになってって階段を一歩ずつ登ってきてたのに、乗り込むことへの意味、乗り込んでパフォーマンスが上がるっていうところに、まあ、頭打ち感を感じたわけですね。でここで僕は何をしたかっていうと、筋トレ中心でトレーニングのボリュームっていうのを一回落とそうと。体重も実際減ってきてましたし、それほどこれから続けて乗り込むことによって今のパフォーマンスは上がらないと、もっともっと何かを変える必要があるということで、筋力トレーニングと、まあ、ポイントポイントではしっかり練習、自転車の練習も行ったんですけど、基本的に乗り込みよりもスピードやパワーを重視したトレーニングに振ったわけですね、2月で。この2月の一杯が終わって、まあ、先ほど言ったようにベストではなくてベターだったなっていう感じになって3月を迎えたわけです。で今これ撮ってるのが3月10日なんですけど、この3月の僕がどういう状態だったかっていうと、こう階段を少しずつ12月から上がってきて、自分の感触的にこれぐらいの走りができるっていうイメージがあるじゃないですか。でそのイメージと実際の走りっていうのが離れてたので、ポジション沼にはまりました。でこれロードバイク乗ってる人だとよくあることだと思うんですけど、もうちょっとこういう風なのがいいかなって言ってサドルを上げたり下げたりするってことだと思うんですけど、まあ、それに入りまして、体調が悪いとかだったら休もうとか、なんかおかしいか病院行こうとかじゃないですか。でもこう体調はいいのに、なんか自転車の上でのパフォーマンスに満足いかない、納得いかないっていうことなんで、もうちょっと良くしようとしてこう自転車をいじるんですよね。ここまで撮影がまず遅れた今3月10日なんですけど、まあ、本当はもうできるだけ早いうちにこれを上げたかったんですけど、まあ、今テイク4ぐらいで上げては離してでもまとまんなくてって言って、まあ、今に至るんですけど、めちゃくちゃポジションになるんですよ。でこれどんな悩みかっていうと、もっとこうしたらうまくいくんじゃないかって言って1ミリ上げる、あでもこうなったらここが痛いなって言って1ミリ下げる、1ミリ下げたら走りやすいけどなんかここが痛いなって言って1ミリ上げるみたいな、で、まあ、ステムの長さを変えたりとかもしてたんですけど、なんかゴールが見えないけどでも確実にいい方向に向かうために自分はやってるんだみたいな状態ですよね。3月ここまで結構雨が多くてローラー台することが多かったので、よりそれに時間をかけることができた、まあ、いい意味で自分のその納得のいくまで考えることができたんですよね。でもずっと答えが出なかったんですよ、何をしても。なんかトレードオフというか、上げたらここが痛い、下げたらここがしんどいみたいな、でなんかずっとその結論が出ないままだったんで、もうこれリアルな様子を YouTube に配信して皆さんにお話しするっていうふうに決めてたんですけど、なんかこう答えの出てないことの悩みを話しても余計なんていうんですかね、分かんなくなるというか、まあ自分だけで悩んでもしょうがないっていう見方もあるかもしれないんですけど、本当に自分だけで考えたかったっていう部分があって、体調が悪くなりましたとか峠のタイムが速くなりましたとかって分かりやすい事実じゃないですか。そういうことって話しやすいんですけど、これこうやったらああなるのかなみたいなんて、その結論が分かんないんで、答えが分かんないんで、だから自分で考え続けてたみたいな。でその考えてる間にも寝る前に布団入って、うわやっぱりあのポジションの方がいいんちゃうかみたいな、こうした方がいいんちゃうかみたいな。でそんな中であるまきっかけがあって、インスタストーリーに僕がローラーの動画を上げたんですよ。でこれは別に何を意識したわけでもなく、まあ、自分のありのままのストーリーを上げたんですけど、そのストーリーを見た元チームメイトの吉岡選手からコメントが来て、 DM がなんかアンクリングが気になるなと、この足首 の動きが気になるな、まあ踏めてるならええけどみたいな感じで来たんですよ。で今までもその僕は自分のフォームに対して完璧だとも思ってないですし、結構まあ実際悩みが多かったんですよね。悩みが多かったんで、その吉岡さんのコメントをもらった時に刺さったというか、あやっぱりおかしいやなみたいな。で自分ではそのストーリー上げた時に俺のフォームおかしいなとは思わないじゃないですか、こういう感じかなみたいな、それなりに納得感を持ってやってる。でもその吉岡さんから来て、あ客観的に見て俺は何かがおかしいんだって、まあ、その時に思ったんですよね。思った時に何かをじゃあ変えるといい方向に変われるかもしれないっていう思いになりまして、ひたすら他の選手のペダリングとかで自分のペダリングがどうおかしいのかとかっていうのをひたすら研究したんですよね。でこのひたすら研究をすると、もうそれこそ逃げ場ないじゃないですか。 YouTube でこうやって日々記録してますし、それ以外のものは結構前の動画にも話した通り、ゲームもテレビも基本的にも見ないとかしないとかっていう風に、もう娯楽が僕 YouTube だと思ってるんで、
YouTube か自転車か、気分転換もないというか、こうまあまあ悩まず行こうぜみたいな風にできないというか、もう悩み続けるしかない、最高にするためにもう本当に考え続けるしかないみたいな状態で、でまあ考え続けて、もう寝不足でなんか肌も荒れてめちゃくちゃ調子悪かったんですけど、まあ、考え続けたんですよね。で吉岡さんのその言葉のきっかけもあって、まあ、他の選手と何が違うのかを見続けたわけですよ。で見続けた結果、ある一つの決定的な僕の弱点に気づいて、それに気づけた時にめちゃくちゃトンネルの中から光がパッて差し込んだような、これかもしれないみたいなのがあって、でその自分の弱点、一つ大きな変化を加える必要があるっていうポイントを試して、今確かな手応えを感じてやっとこの映像を撮れてるんですよね。でもそれまではこれを発見してもしんどいみたいな、じゃあこの弱点を知ったところでこっから変えて自分が本当に良くなるのかも分かんないですし、もしかしたら別のとこがめっちゃ痛くなったりして、それこそ怪我につながるかもしれない、全くパワー出ないかもしれない、でもこの変化をしないと今のままじゃダメだって思ってる、もっと進化しないと、まあ、おかしいというか、これまで積んできたトレーニング量、自分の感触、体調、体重、体脂肪率、VO2MAX 全部含めてもうちょっとできないとおかしいっていう自分のやっぱり思いがあって、なんかそのもうちょっとに対して、まあ、追いかけた、もう考え続けた、で一つ問題点が出てきた、でその問題点を変えるか変えないか、変えないとなったら今まで通り何か体に不具合が起きてもマッサージとかでケアしながら治して、でまた問題にぶつかるっていう今まで通りのスタイルが大きく変えて、未知の世界に行って変わるか変わらないか分からないけどチャレンジするっていうのか、でもチャレンジしかないって思ったんですよね。でこのチャレンジをして結果試して、自分の中で確かな手応えを感じて、今すっきりこのテイク4か5か分かんないですけど、この動画に撮れてるっていう感じです。でじゃあお前の弱点なんやねん、何を変えたんやっていう話になると思うんですけど、これはちょっと次の動画で詳しくちょっとお話したいと思います。なのでこの3月僕がやりたいことは、この新しいフォームをしっかり自分のものにするっていうことで、トレーニングのボリュームを結局体重が減ったりして悩みがあったりして、2月は思った目標に到達しなかった、ベストにできなかった、でベターで終わらせてしまったっていうのがあるんで、これをベストにするためにトレーニングのボリュームをこの新しいフォームでしっかり積むっていうことですね。とまあこれ具体的なんですけど、体重を落とさないようにしっかり食べる、まあこれはトレーニングのボリュームを維持するっていうか、こうしっかりしたトレーニングを積むっていうことにつながってくるんですけど、しっかり食べてパワー体重を落とさずにトレーニングを積むっていうのを3月は強く意識したいなと思ってます。はい。でツール栃木が3月の20日からあるんですけど、これはまだ僕メンバーがチームから発表されてないので、まずそもそも出れるかどうかが分かりません。まあでも今の自分のできることを淡々とこなしていくだけで、そのチームからのメンバーが誰になるかどうかっていうのは僕のコントロール外なんで、しっかり今自分ができることをコツコツやっていこうと思います。その中であのチームとして僕が選ばれたなら、僕ができる仕事をしっかりこなしたいっていう感じですね。なのであのそれまでの準備は怠らないようにしたいですし、今確かに感じてる不調からの脱出、なんかモヤモヤしてた、なぜなんだろうっていう疑問から一筋の光が見えて、それに向かって今進んでるところなので、しっかりその鶴戸栃木までの間特に意識していいトレーニングを積みたいなと思います。で鶴戸栃木も含めて終わって、その後も TSS 疲労度をある程度蓄積しながら3月は超えたいなと思ってます。決してゴールは鶴戸栃木じゃないですし、その先の4月 の J プロツアーが最終ゴールでもないです。やっぱり大事なレースもっとその後も控えてるんで、この3月はしっかりこう続けて疲労をためたい、で新しいこともチャレンジするんで怪我とかには十分するんですけど、しっかりしっかりこう積み上げたい、で体の限界ギリギリを攻めたいと思ってます。2月はやっぱりそれが攻めれなかったっていうところがベストじゃなくてベターにとどまってしまったところと思うんで、そんな感じでいきたいと思います。じゃあ次回その何を変えたか、どんな変化をしたかっていうのを詳しくお話したいと思います。では2月の振り返り&3 月どうするかっていう話でした。ツールド栃木はちょっとコロナウイルスの影響で無観客試合になるそうなんですけど、ネット配信あるみたいなんで、皆さんぜひ応援をネットでしてください。でチームの SNS からもいろいろあると思いますし、僕も発信できる限りのことを、メンバーに選ばれた際は、まあ、こう皆さんにお届けできるようにしますので、ぜひそれも楽しみにしてください。ちょっとマジで僕のこの変化楽しみにしてもらえたらなと思います。で次の動画楽しみにしておいてください。僕がこう悩み抜いた先で見えたことをお話しするんでリアルだと思いますし、まあ、僕と同じ悩みで悩みしても、まあ、そういうことがあるんだっていうのを僕が考え続けて得た情報や実体験のお話なんで、ぜひ誰かの参考になればと思います。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは。